凛太郎くん、あと1ヶ月だね。うん、1ヶ月切ったね。鬼滅の刃流行で待ち遠しい。違うって。どう、ちゃんと通れた？うん、なんかいい感じ。オッケーオッケー。ゆろすけ、クリア。次は私、こちら伝説をやらせていただきます。カノン、気をつけて。ここ、よく見たら大福じゃないから。本当だ、着物バージョンだ。ということで、この伝説の衣装とサビトの衣装を使ってあの伝説を再現していきたいと思います。何してんの？次はカツラだ。カモン！それじゃあ、まっせーだ！まじゃカモン！なんだこれ？新しいのに来たんだ！改めて、そーちゃん！あれ？こんなだったっけ？
後ろ向いてたのが気づかなかった。よし、このポーズやってサブチャータイム。ポーズは普通に立ってるだけかな。ね、ちょっと腕まくってない？こういう感じだよね。確かにね。それであとは笑顔だね。目開けてるよ。そう、目めちゃくちゃ開けてんじゃないの。はい、目パチ。どれよ。はい、その顔やってはい、撮りますよ。地味だな。はい、口開けて、はい、はい、満面の笑顔でお願いします。はい、ポーズ、メモだよ。はい、ポーズ、慎太郎邪魔だって。はい、ポーズ、慎太郎邪魔だって。はい、目パチ。そうそうそう、それそれ、今いいね。そう、揺れたら取れない、揺れたら取れない。揺れたら取れない。いただきます。はい、ポーズ。次、この僕がこのメイズコちゃんに変身した。ネズコの着物を勝手に着てみた前日。私は一体何をしていたのだ。ネズコです。ちょっと髪ボサボサだよそれ。一緒だね。確かにね。逆になって満円のアリン。はい、じゃあ撮りますよ。目クリクリ、目クリクリ。ちょっとこっちの方が見てる。はい、リンタロ邪魔だってば。はい、ポーズ。もっとニコニコ、もっと目。あ、ダメか、ポーズ変えないで。はい、はい、ニコニコせ、目パッチリで、せーの、はい、ポーズ。よし、最後に俺が今からこれで止めるから。パパにやってもらった。髪の毛の傷やってくる。もうバッチリや。はい、いきます。これだからね。はい、ポーズ。ダメだってそれ。はい、いきます。はい、ポーズ。いいね、いいね、いいね。マンテンのエミー。ポーズ。いいよ、いいよ。これでやっと4人分撮り終わったね。そして完成した表紙がこちらです。